どうもどうも、まさとです。響きワールドへようこそ。はい、ということで、前に作りました穴ですね、ここに来ております。今日はこちらの方の続きね、ちょっとだけやってみたいと思います。さあ、これが何に変わるのか、もうサムネでわかりますよね。はい。今日はね、ちょっとこちらに、飾り付けをして、雰囲気出していけたらなと思います。ということで、早速始めてまいりましょう。ってことで、あれからちょっとね、手を加えまして、ちょっと盛り上がるような形にしております。これ何かと言いますと、隕石が落ちた後ですね。はい。クレーターですね。作ろうと思って、ここまで持ってきております。だから、あとこれ、ちょっといろいろ中ね、飾り付けして、で、これちょっと今規則正しくなってるので、若干ちょっと崩していくというような感じになるかなと思うんですよね。で、一応ここら辺にね、危なっかしいのをね、持ってきてるんで、これでちょっとやっていけたらなと思います。で、溶岩多分そんな使うことないと思うんですけれども、こちら側にもね、一応溶岩無限ね、設置しております。もしも足りなかった時のために用意してます。で、この場所ですね、前ちょっと言ってなかったかもしれないですよね。ちょっと周囲見てて、こっち側の穴だったかな。鶏さん。ほら、ここ、廃坑があるんですよね。だから、この下、廃坑広がってると思うので、これを、ちょっとまた、機械が、鳥多いな。機械がある、あったら、まあ、時間あるときに、ちょっとやってみたいな、廃坑探索してみたいなと思います。鳥さん、どうすんの？でも、来れるよね、あんた。あ、これ怖いな。こうなったら、上がってこれんじゃね？焼き鳥になるよ。気をつけないと。あ、いけたね。はい。じゃ、これで、一匹。あれ？もう一匹燃えた？あ、下いるわ。下に落ちちゃったんだね。ああ、何してんだろう。種だね、そしたら。世話の焼けるやつだ。卵拾っちゃった。よし。これで引っ張り出すか。え、出た？もう。あ、出ちゃったか。なんか鳥多いな。なんで？じゃあね。ここ、真ん中、あれ持ってきてみよう。あ、で、ダイヤのブーツ履いております。これ、氷渡りですね。マグマブロックの上、歩いても大丈夫なように、ということで。いや、こうですよね。この上、乗っても大丈夫ということです。安全対策ですね。だから真ん中、ここら辺かな。ちょっと適当に。本当にね、ちょっとこうやって、あ、下そのままでいってももう見えないよね。丸石入れようかと思ったけど、見えないからいいやね。下から攻めてくることないと思うんで、掘り返していくということはないと思うので、だからここは、こうやって溶岩入れていきます。溶岩じゃ、溶岩ブロックね。ちょっと崩す作業は後回しにしようか。で、ここは溶岩を入れると。ちょっと危険な作業は後にするとして、あ、夜だね。まあ、ちょろっとやるだけやってみようか。ちょっと様子見るためにね。おっかないよね、これね。やっぱ足りないか。溶岩無限あった方が良かったね。さすが。ちょっと間違えて入らないように。ちょっと水もどっか置いといた方がいいかもしれないね。あ、ここ違うか。あとどこ？真ん中ここら辺かな。で、溶岩分かりにくいね、これね。ここら辺いるんかな。あ、これでいけたね。はい。
こういう感じになります。上から見ると、で、あとネザラック入れて火つけてね、ちょっと燃えてるというのも表現してみたいと思います。あ、雨だ。で、こうやってまたちょっと確保しておきますね。卵いらないんだよね。こうしてこうしてこう、で、こっちもこうしてこうしてこう、置かないな。こうしてこうしてこう、で、あとネザーラックをちょっと入れておこうか。ちょっと燃え下がってる雰囲気。溶岩後からした方が良かったよね。で、いいかな。で、火打ち石でつける。こういう感じですよね。上から見たらどう見えるんだろう。出るんかな、雰囲気ね。まあ、こうやってね、ちょっと表現していきます。あと今の日ちょっとやっと、これ雨降ってるからダメかな。ちょっと後でやろうか。あと水ね、ちょっともしもの時のために安全に、ちょっとここにね、無限水源作っておきます。万が一これ、溶岩に落ちた時、の対策としてね。耐火のスプラッシュ持ってきておいた方が良かったかな。まずい。まずい。そうだ。これなんだ。じゃああれ、無限水源作ってもダメじゃん。あかんねえ。凍っちゃうんだもん。この状態で凍るのかな。凍るよね。無限水源になる。なったね。飛び込めないじゃん。スプラッシュ持ってきた方が良かったな。そしたらね、まさか氷渡りがあだになるとは。穴開けて、で、ネザーラックとこの溶岩ブロックを優先してちょっと設置していきましょう。溶岩後だね。火つけるの後にまとめてやります。で、ちょっと実験ね。落ちたら周り燃えちゃうから、だからこの木がこれありますよね。燃やします。どうなるか、こっちが一番近いよね。雰囲気が出るかどうか。あまりやりすぎると全部燃えちゃうからね。全部なくなりそう。一回だけの方が良かったかな。よく燃えるね。だから、これ木を生やして燃やす方がいいのか、もう、葉っぱブロックとか、原木とかを設置して雰囲気出す方が早いのか。全部なくなっちゃうね。全部消えちゃうね、これね。やっぱ新たに設置していった方がいいのかもしれないね。跡形もなく、なくなっていきます。だから、これで、残ってる感じ。こうしてこうつけようか。で、葉っぱを強制的に燃えちゃった感じ。あまりつけすぎてもダメか。反対側は、
燃えたアート、うん、こういう感じでちょっと表現できたらなというふうに思ってます。あと木材ちょっと燃えたような雰囲気出すために頭皮かダークオークか入れてもいいのかもね。で、あとはこの子、あ、ちょっとまずいな火打ち石が耐久がやばい。あと全体的に、バランス見ながらまたちょっと付け足していくというふうな感じになるかと思います。あとここか、忘れてるところはこんなところかな。あともうちょっと残っているので外側にちょっと、ああここダメか、側面が見えちゃうんですよね、ネザーラックのね。それがあるんでできるだけ見えないところにね。あ、行っちゃった。だから卵いらないって。あ、1個か。ちょっとまた持ってきてバランスちょっと考えましょうか。これで一応終わりだよね。こんな感じですかね。あともうちょっとなんかいろいろ手加えていきたいと思うんですけれども、上から見たら、上から見てないからな、これ今回ね。雰囲気出てます？どうでしょうね。もうちょっと木増やした方がいいか。で、あとね、ちょっと離れたところに家、あ、で、近場には土台だけの家とか作っててもいいのかもしれないね。で、崩れた家と燃えた感じ、燃えた跡のある家、もうちょっとところどころ設置していってという感じですよね。でも半壊してる家、そこをちょっと拠点にしようか。これ、チェストを置いて場所がちょっと必要なんでね、材料置き場がね。はい、ということで今回は穴の続きということで、隕石の落下、地点クレーターですねをちょっと表現してみました。もうちょっとなんかやりようがあるような気がするんですけどね。溶岩ブロックをもうちょっとまとめて追加してった方がいいのかもしれないね。はい、ということで、今回はこれにて終了したいと思います。それではまた次回お会いいたしましょう。じゃあね。